チャオ、あっちゃんです。この前から作ってる、ナノブロックベネツィアの続きを作りたいと思います。そろそろ今日ぐらいに完成するかなと思うんだけどね。では作っていきたいと思います。完了。どこまで作ったかな。ここまでか。はい、そろそろ屋根を だんだんオープンカフェの建物ができてきました。こんな感じ。こういうなんか色とりどりのね、なんていうの、レンガっていうのかな。で、イタリアの街でできててね、すごいおしゃれなのね、イタリアの建物って。イタリアっていうか、まあヨーロッパの建物自体おしゃれやけどね。入らない。よいしょ。はい。入れちゃうよ。茶色が3個。いらない、入れた。いらない。
しゃれな建物になっていきます。はい、オレンジ、茶色が1個で、白が1個、ベージュみたいなやつか。はい、でここ、でこんな感じかな。で、ここが三角屋根の天井ができたら完成です。はい、ベネツィア、こんな感じで完成です。では前景を紹介しましょう。こんな感じでベネツィアの橋、こんな、ユリアルト橋です。はい、でこれがね、ゴンドラに乗った漕ぐ人はい、でこれはね、なんかね、あのポール川のここに時々鳥がたかんのよ、後ろ、こんな後ろはあんまりいいところじゃないけどね、建物がすごいおしゃれで、こんなね、動画でこの辺にテーブルがあってオープンカフェになってんの、って感じでベネツィア完成しました。リアルト橋が可愛いです。ということで天神のところに並べたいと思います。はい、ベネツィアとコロッセオが並びました。あとね、ピサのシャトーがね、手に入ったらいいなと思って今探してんねんけどね、ほとんど売り切れてんの、どこでも。でまた見つけ次第買ってきます。ではまたね、バイバイ。はい、この辺、これがリアルト橋で、ね、これがさっき作ってた建物で、この辺にオープンカフェが、この辺じゃもうちょい向こうかな、で、こんな感じ、オープンカフェがここにできるの。これがね、テント、これテントね、この橋です。これがリアルト、ポンテリアルトです。こんな感じですね。ここをね、運河はね、これもちょっとエンジン付きの船やけど、漕いでくれるやつがここ通んのよ。はい、こんな感じでね、なんとなく再現できてるんじゃないのかなっていう感じでした。はい、でね、棒のとこに鳥さんがたかった写真があってんけど、どこ入れたかな、鳥さんが結構間抜けな顔でね、写ってたんよ。あ、これこれ、このね、棒があって、鳥さんがこの上高んの、こんな感じの、棒を再現されてるのかなって思います。はい、ということでね、まあまあ、ベネチアっぽい風景作ってみました。はい、ね、ナノブロック楽しんで、またよかったらみんなもナノブロック作ってみてください。ではまたね、バイバイ。